はい、こんばんは。とりあえず完成しました。高機動が叩くゴールドキーです。なんとかデカールも全部貼ったと思うんですけど、まあこういう大きめの大きめのシールは多少シワが残ってももういいかなみたいな。でもかっこいいよねやっぱシワになったり破けたりしても無理してでも貼った方がいいかもしれない。かっこいいよ、やっぱ迷彩柄。ちょっとね、ツヤ消し、水性の上に水性塗ったらツヤ出ちゃって、油性の塗ってもまたツヤ出ちゃって、もう一回水性塗ってとかってちょっと手間がかかりました。まだなんか半光沢みたいな感じなんだけど、まあいいかな、かっこいいからなんか目の色が変色しちゃったんだよね、これガンダムマーカーなんだけど、艶消しかなんかに反応しちゃって色が変わっちゃって、逆にいいかもしんない、下手に妙にピンクよりうっすらピンクの方がちょっと黄ばんだようなピンクになっちゃったけど、かっこいいよこれ。やっぱ映画はつまんなかったけど、この長い重心もいいよね。でもう一丁ケツについてるんで、細かく見ていきますか。どうなんだろうね。デカールも迷彩が多いだけで、あとこのマーキングみたいのはね割と少ないんで、そんなに苦痛じゃなかったです。かっこいいよ。しつこいね。これ3機並べたらすげえ火力だね、多分。いいね、ザクシリーズ。たまらんね。たまらん。ということで。くるりんぱ。緊急回避、緊急回避うん、いい。また再販すると思うのでぜひ買ってみてください。これは本当いいです。ミリタリーな感じが半端ない。以上。